本日2024年の6月12日、まあ、昨日サッカー の、ワールドカップの二次予選、シリア戦があったんですけども、どうしたら映るかな、ちょっと待ってください。こうした方がいいかな。カメラの位置がここにあるからちょっと逆さで申し訳ないんですけども、自分の顔がなかなか映らないな。どうしたらいいんだ。証拠を鏡に映してこう撮影しようとしてるんですけども、僕のこの辺りなんですけども、バッティングっていうことが、ボクシングで相手にこうズズッキーをしてしまうのをバッティングっていうじゃないですか。で、まあ、もともとそれは打撃のことだとは思うんですけども、そのこの辺切ったりとかするでしょ。でちょっと前にライジンの試合が、昨日のサッカーの試合なのかライジンの試合なのかちょっとよく分かんないんですけども、気がついたらね、もうこの辺りにこうカットしたような跡がこう残ってるんですけど、ちょっとそれが今 iPad なんでカメラの位置がここだから、こうかこれだったらなんとかなるか。あとはピント、コンピューターさんピント合わせてください。証拠、世界のルールは法律。ちょっと待ってくださいね。これ持ってる手を固定しなかったらピント合わないんですけど、ここなんですけど、ね、本当はこんなにぼやけたりしないですよ。こんなところほら、引っ張ったらわかるでしょ。なんかこうちょっと、あとこれ昨日もと線がこうくっきり入ってるんですよ。な、神がかり的な力でのその天の神様への安全のお祈りがどう作用しているのかっていうところで、不可解な件っていうのは結構あります。サッカーの試合でそのああいうふうな、バッティングっていうようなことを頭の中でよぎってしまっただけでそうなったのか、その前の日のライジの試合があったからそうなったのか、だからその辺のことについてライジに関しては僕はもう降りてるんですよね。これもうどうしようもないですよ。お金払ってまでペーパービューのチケット買ってまで見れるかって言ったら、僕は今そんな余裕ないですから、それを無理やり参加させてきてるっていう時点でちょっとライジの人たちもどうかしてるとしか思えない。ただもう一つの要素としてシリアに関してのサッカーの試合でそのバッティング、頭が相手選手にこう激しくぶつかるようなシーンとかもあるのはありますし、例えば天の神様、すごい僕の仕事だと思わないでくださいね。天の神様への安全のお祈りをしてる時は怪我してる人ってほとんどいないんですよ。これ本当に。だけど毎日朝からそれ忘れないでできるかって言ったら、例えば東京オリンピック、冬バージョンの方の時、1日だけ天の神様へのお祈り忘れてた時あったんですよ。でオリンピックってやっぱり僕塾中心に動いてますから、日本人選手じゃなかったんですけども、海外の選手でスノーボードで、ジャンプ台からこうジャンプして、ハーフパイプとかじゃなくて、スキーのジャンプ台からこうジャンプしてこう空中でくるくる回ったりするじゃないですか。ああいう風なバージョンのそのスノーボードの試合で、まあ難易度高い技っていうこともあるんだと思うんですけども、着地失敗して後頭部から地面に激突してるっていう、もともと飛んでる高さがとんでもない高さ飛んでるでしょう。非常に危険なんですね。だから降りてるっていうところに無理参加はさせないでほしいんですけども、これは結局ちょっとね、逃げるに逃げれないような形になってるのか、これ本当にみんなで裁判所で話した方がいい。例えばサッカーの試合でもその接触プレーでテレビを見ていて、その演技みたいにしてる時もあるでしょう。だからそっちの方かなと思ってたんですけども、本当に激しくぶつかった方で、膝がね、相手選手の溝落ちに入ってるんですけども、スライディングしに行った時に。それって結構スピードを出して走ってるでしょう。で膝からそんなものがね、体重乗ったままね、格闘技の世界でもなかなかそんなシーンないでしょ。その攻防があるから、それ外したら隙が大きいから、そんな大きな技出さないでしょ。
それ当たってる選手の方はめちゃくちゃダメージ大きいんですよね。で、それと同じ痛みっていうのを神がかり的な力で違う時間軸の時に僕それで攻撃されてるんですよ。ここの住宅の階段、上がってくる、12階のところで、2階に上がってくる途中のところで、もうその場で倒れ込みましたね。溝落ちと、あと足、1箇所か2箇所だったかな、激しい痛み。だから膝蹴りと、あとその溝落ちプラス足に接触してるから、だからそのダメージ。それは TBS の夕方の報道番組のスポーツコーナーで、その接触シーンを笑った時にね、この人の痛みがわからないんだったらっていうような女の声が聞こえてきたんですよ。で、もう一人男の人は、バカその人はっていうことでね、僕に対して攻撃しちゃダメだっていうことを、分かってない女、お前がその痛み背負っとけ、本当に。ええ加減せえ。ややこしいことばっかりするからや、八百長みたいなこと。みんなの税金使ってエネルギーの残存の問題は解決せんわ、もうどいつもこいつもみたいな。もうごめんなさいね、ドイツの人たち。日本でそういう言語が流行ってしまったんで、誰も彼もっていうことになるんですけどね。もう誰も彼も、まあ、彼女、女、だから女性も男性も。本当もう、こんなむちゃくちゃな電波の世界、それこそエネルギーの無駄遣い、いろんな人間に電波聞かせてるから、本当、国連、バカですよ。なんで僕の方が上位か分かるでしょう。